はい、えー、ミスター・アイムさん、おはようございます。いや、今回ね、お面ですか、筋トレで。いや、筋トレ YouTuber に、お面がいる。まあ、そうですよね。確かに YouTuber っていうのは顔を出したり出さなかったりっていうのはありますからね。で、今回のね、アドバイスがすごい的確なんですよ。確かに著作権に配慮したりとかね、しないといけないですし、覆面をするときには、目と鼻がね、開いてないといけないと。 昔あのタイガーマスクっていうねプロレスラーがいましたけども口んところがねガバッと開いてましたよねやっぱりあれ息苦しくないようにするためですよねうんアニメのタイガーマスクはちゃんとねこう,あのこう口んところがバッと出てたもんですけどもうんだろねいややっぱりねミスタイムさんねアドバイスがものすごく的確で特に著作権に配慮するところとかねうんすごく信頼できる方だと思いましたということでこのミスタイムさんのもっともっとね 心の底をえぐってみたいなと思う方は、5月5日、今夜ですよね、22時から、ズームでですね、ガチンコ対談、これをね、やらせていただきますんで、ミスター・イムさんのことをもっともっと知りたいと、筋トレのことをもっともっと学びたい、もっともっといい体になりたい、モテたい、稼ぎたいっていう方は、ぜひね、今夜いらしてください。動画概要欄から、ズームのチャンネルのね、URL をお付けしておきますので、よろしくお願いします。それでは今夜、ガッチョになりたい